ロゴロック部の一日とエッチとキメロジです。さあ、ということでね、始まりました、はい、日本のワール直前考察動画ということでございまして、はい、明日記念すべき第2話が放送されるということで、はい、今回はですね、その2話に向けて、うん、私たちの1話の直前考察、はい、直後考察の振り返りと、そして皆さんからいただいたコメントや公式さんからですね、ヒント動画みたいなのが出てまいりましたので、はい、ちょっとそれを僕たちなりに考察をしてですね、また次の2話を楽しみにしていこうじゃないかということでございます。日本のワールは日本テレビ系列で毎週日曜日夜10時半から放送中でございますのでね、そちらぜひ、今からでも遅くありませんので見ていただけたらなというふうに思います。さらにですね、僕たちの動画はですね、放送翌日の月曜日朝9時半に直後考察を更新しておりまして、放送前日土曜日にこの直前考察を公開するというような流れになっておりますのでね、よかったらぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。さあ、ということでございまして、はい、早速行きましょう。はい、まあ、1話なので特にこれがどうとかっていうのはあんまないっちゃないんですよ、正直ね、とはいえ、まあ、冒頭のシーンでですね、いろいろなこうシーンがフラッシュバック的にまあ流れたりもしましてですね、まあ、あれがオープニングの一種なのか、それとも1話だけのこれがヒントだぜと言わんばかりの動画なのかっていうのは、まあ、2話を見てみないとわからないところではあるんですけれども、まあ、僕たちがまとめたものとしましてはですね、145と書かれたコインロッカー、そして何か叫んでるババア、メガネ屋をはじめとするどこかの街並み、そして豚インフルエンザの新聞、2009年の6月に、まあ、豚インフルエンザが流行ってますよと、感染拡大してますよっていう新聞ですね。で、実際にこの豚インフルエンザがこの時期にあったらしいですね、その現実、リアルタイムで。その後はですね、作中でも話のあった10億円強奪事件に使用したと思われる車の防犯カメラの映像であるとか、コーヒーにこう緑色の液体を混入しているというようなシーン、うん、あとは清春が愛飲しているタバコだったりとか、3年 A 組でも出てきたガルムフェニックスの映像、はい、そして最後に N を2枚重ねたような謎のマークが表示されるというようなことでございました。この N の2枚重ねたマークっていうのはヒント動画にも出てきましたんでね、結構重要なのかもしれませんね、詳しいことはいろいろと直後考察内で喋ってますのでね、そちら見ていただければというふうに思います。続いては清春、パク・ケントさん演じる主人公なんですけれども、まあ、彼もね、まあまあ怪しいよなっていうところの話でございまして、一番怪しいのは目が覚めてですね、薫が死んでるってことを認識すると、薫が薫という人間であるっていうことぐらいまではどうやら認識してたっぽいんだけれども、とはいえなんかこう3ヶ月のことを全て忘れてて、何があったんだっけってなってんのに、のわりにはそそくさ証拠隠滅はするっていうね。そうだね、そこもなんかどうなんだってところ、まあ、ただ単にもう勘が良かったってだけなんだな。勘が良かったとか、あとは、まあ、ベルムズの騎士、結構世間的にも恐れられてる半グレ集団で元リーダーをやってた男を結構足毛に使ってるというか、結構圧倒してる感じもあって、まあ過去にはですね、おそらくそういうなんかこう悪さなのか半グレなのか、なんかちょっとこう不良だったんだろうと、まあ荒くれ者みたいなことは言われてたしっていうところもあるんで、なんかそういうことに慣れてるとかっていうことなのかなと思うと、なるほど、するんだけどね。あとはまあ血のついた手をね流しで洗うシーンがあって、まあ普通に撃って殺すだけではね、そうだね、手に血はつかないから、ね、何をしてついた血なのか、ね、まあこれは本人はね記憶が飛んでるわけだから分かってないわけなんですけれども、これもまだまだちょっと不明。あとはですね、本庄、佐藤氏なのか悟るのかちょっと未だにまだ分かってないんですけれども、笹井英介さんが演じられている本庄という、まあ、3年組からの続投のキャストなんですけれども、はい、理事官だったかな。もうそもそも1話でもね、工藤飛鳥さん演じる名越をですね、うまいことそそのかしてですね、清原を襲わせるなんていうようなこともしましたので、まあおそらく本庄が、まあ、清春を何らかの形ではめようとしていることはまあ間違いないと、うん、まあ、ただその間違いはないんだけれども、まあ1話でも出てくるぐらいだから、中ボスなり、まあ小ボスなり、まあそんなに大きな役割を担ってるわけじゃないんだろうけれども、
まあこの男が何をしてるのかっていうところですよね。そう、まあ、1話で出てきた伏線が1話で回収されるみたいなことがね、2回ぐらいあったんですよ。だから結構ね、そういう意味でのフラストレーションっていうのはためずに多分いくドラマなのかなとも思うんで、結構2話でもうそれが分かっちゃったりもするかもしれないですね。そうだね、まあ、ワンクールだしね、あの違ってね。あとはそれこそですね、名越をそそのかすときにね、カオル殺しの徹底的な証拠を清原が隠し持ってるって言ってるぐらいですからね。まあ、清原がカオルを殺したって思われてる表向きの理由っていうのは、その当日無断欠勤をしていたっていうことに本来は過ぎないはずなので、何をもってしてそんなことを言ってんだっていうところでね、まあ後でコメントでもいろいろ触れようかなとは思うんですけれども、まあ普通にこの警察の上層部、まあ1話でも言ってたけどね、その上層部の闇が関わってるってことは間違いないでしょうから、ここら辺がどう絡んでくるのかっていうところがちょっと気にはなりますかね。あとはですね、まあサイモン、ここがもしかしたら黒幕なのかなっていう気がしておりまして、臼井克樹がですね、自分の家に帰ると家が大荒れしていると、まあそれ大荒れなのはおそらく名越のせいなんですけど、で、うわ、なんだこれって言ってると、物音がしてですね、それが、色新さん演じるサイモンだっていうことなんですけど、なんかそこにいた理由が正直、まず釈然としないっていうところですよね。なんか、10億円事件を追ってんだ、みたいなことも言ってて、カオルがね、10億円事件の犯人を突き止め、10億円事件の10億円も突き止めて、隠してるっていう話を聞いたからさ、俺が突き止めに来たんだぐらいの雰囲気なんだけど、いまいちなんか、どういうことそれみたいな。で、そもそもそのカオルとね、話したその、10億円事件の相手を、10億円事件の犯人も知らねえんだよ。っていう、この話も、なんでお前が知ってんのって話だし、それをなんで清原に伝えちゃうのって話だし、そんな大事なことが、いろんなところでストレートに伝わりすぎてないみたいな。まあ、そうだね。まあ、もちろんドラマだからね。まあね。まあ、言わなきゃいけない部分は。そのサイモンが金に困ってこの10億円を死に物ぐらい探してるんじゃないかみたいな説をまず1個僕は提唱していて、10億円のお金を手に入れるためにカオルを脅してたみたいな方向もあり得るのかなと。あとはその上で広末涼子さんがね、チェックポイントみたいなことをインスタグラムで言うんですけど、そこでですね、1話の注目ポイントはカオルの正義と勝家の愛みたいなことを言うんですよ。勝家への愛、カオルなりの正義っていうね。で、そういう中で、こう、10億円強奪事件の真相っていうのが、勝家に危害が及ぶもので、守るために10億円とか真相を隠したんじゃないかとか、守るために、カオルが犯人になってるんじゃないかとかね、10億円事件の。まあ、そういう方向もいろいろ考えられるんじゃないのみたいなことも言って、だけど、じゃあ4人が一斉に死んだ件って何なんだとか、そもそも上層部もみ消そうとしてるのは何なんだとか、いろんな謎はまだ残り続けてますよっていうところで、まあちょっとこれぐらいしかできないから、とりあえずは2話を待とうっていう感じになったんですよね。ということでございまして、僕たちはそんなことを考えたんですが、皆さん的にはどういう考察をしてくださったのかっていうところを見て、あとヒント動画のこと触れて終わりにしていきたいなというふうに思います。まずはですね、あかり発見さん、そうだよな、これ意味わかんなかったなと思ったのが、かたくなに銃を下ろさなかった清原がサイモンのルークアウトメインで素直に下ろしたのが気になりましたと。清原はサイモンの催眠術はマインドコントロールにかかってるんじゃないかと、ということで、はあ、確かに意味わかんなかった。確かにね、うるせえやみたいな感じだったじゃん、ちょっとはっきりとあれだけど、殺すぞめえうるせえみたいな、なんかさ銃向けてなんか言うけどうるせえみたいな感じだったじゃん。でも、Look at me! みたいなこと言ったらさ、やるやるみたいな感じだったじゃん。確かに、ああ、なるほどね。なんかそういう方向の、なんかやってるっていうのは全然ありえそうだね。ありそうだね。ああ、なるほど。とにかくなんかね、ドラマの作りそのものになんかがありそうなんですよ、この話は。なるほどね。賀来さんがインタビューで、とにかく壮大だったって言ってるところ。あとまあヒント動画見てるか見た方は分かると思うんですけど、この後1話の見方がガラッと変わりますみたいなことを言ってたりだとか、何かが嘘かもしれませんみたいなことを言ってたりとかするから、なんかね、1話自体がわかんないです。めちゃめちゃ極論言うとサイモンのマインドコントロールの中の世界だったみたいなこともあるかもしれないし、まあ何が起こるかちょっと分かんなそうだなって感じは。
さあ続いてミンさん、4人一気に死んだのはヒイラギも使ったフェイク動画とか、それだけを信じるのは警察も変わらないっていうことで、まあ、4人一気にさ、10億円殺人事件でバーンって死んだじゃないですか。で、あれも3年組でね、ヒイラギが使ったようなフェイク動画なんじゃないかと。で、確かに3年組からの続編だっていうところもそうだし、もう1話でいきなりベルムズの騎士を利用して清原本人がフェイク動画を使ってたっていうのもそうだし、フェイク動画っていうのがこの警察の中でのキーに、ってかまあ話の中でのキーになってくるってことも間違いないと思うんだよ。そうだね、フェイク動画1個もありませんでしたってことはないというか、まあ1話でも使ってるし、まあね、ってこと考えたらこれがフェイク動画っていう可能性があると思うんだけど、うん、たださ、あれって警察署内で見てたじゃん。そうね、要するに警察の持ってるデータってことでしょ、うん、なんかさ、警察にもわからないようなフェイク動画だったらもう無理じゃないと思う。まあそうだね、確かにね。なるほど。要はヒイラギが見るとかさ、清春が犯人と思われる人物から送られてきた動画を見たら、なんだこれと思ったけど実際はフェイク動画でしたとかはありえるかもしれないけど、警察に残ってるデータ、これがフェイク動画でしたってなったらさ、いやいや何やってんのよってなって、もう何でもあるじゃんその世界は。そうだよね、確かにね。その技術持ってる人がいればいらない、もう神じゃん。うん、確かにね。ってなるから、あの動画がフェイク動画っていう方向は捨てていいと思う。もうだってこれフェイク動画になっちゃったらもう無理よマジで。いやまあだってそうじゃない。まあそうだ、ちょっとさすがにじゃん。うん、確かに。そのフェイク動画のさ、なんていうの、精度っていうのもあるじゃん。うん、あそこまで。それこそあのさ、1話のさ、はい、清春が知らん人に完全にピロリ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 、ああはい、あんなことにはならんし、うん、なんていうの、むちゃくちゃ正確な CG 映画とかでもさ、うん、いやもうほんとわかんないよ今。わかんないけど、まあ、ね、まあ、わかんじゃん。まあそうだね、わかんないけどわかんじゃん、うん、ってなったら、うん、まあそこのなんていうの、リアリティもまあある種度外視してたりもするわけじゃん、うん、ドラマの線引きとして、うん、あのさ、これ俺一個言いたかったのは、うん、子供がさ、うん、銃撃ってみたいなのあるじゃん、うん、だからどう線引きでドラマ楽しむかっていうのが俺すごい重要だと思ってて、はいはい、いろんなことが本当のリアリティを重視した世界で描かれてるドラマで、うん、子供が銃撃っちゃったらもうそれは終わりだと思う。なんだろう、もう、まあそうね、だけどまあ3年組ってそもそもさ、結構なんていうの、とんでもなドラマではあったじゃん、うん、まあそうだってさ、なんて揚げ足取るようであれだけどさ、うん、ガラスもちゃんと防弾用にしたんですみたいなこと言ってたりとかさ、ドアも細工したんですとかさ、ね、どこにそんな時間があるんだよとか、いつ業者入れたんだとか、そういうツッコミどころあったじゃん。だからさ、そういう線引きはして見た方がいいと思う、うん、ていうか、そこの線引きしないと逆につまんないと思う、やっぱり。そうよ、うん、とはいえなんか、まあ、これも後で話すけど、少年が銃持ってるシーンがヒント動画の一つのさ、うん、ヒントだったじゃん、はいはい、そうね、って考えるとあのシーンすらもしかしたらまやかしだった。いやそうだね、あるから、ね、そうするとその線引きはより守られてる可能性もある。まあそうか、そうか、まあだから本当にあれが打ってるとしてももうそういうもんっていう、まあまあそうだね、なんかもういい気がするな。あと4人一気に死んだっていうシーンで言うと、うん、むしろさっきコメントくれたあかり発見さんのマインドコントロール方向、うん、別の方が言ってたと思うんだけど、うん、サイモンのマインドコントロールで4人が4人ともみたいな方向の方がありえんじゃないかな。そうよね、ちょっと普通の常人が考えてたらあの状況にはならないよね、まずね、うん、ほとんどね。さあ続いて T ちゃんさん、そもそも未解決の10億円強奪事件で10億円が奪われていなかったと、警察上層部がかかっているなら警察内部の裏金とかの捻出で奪われたことに使用的な何かよって10億円を薫は隠してはいない、むしろ事件の真相に迫り正義感から告発しようとしていたと考える、しかしそれを警察か公安の誰かに止められていたとかっていうような感じで、まあ、いろいろと書いてくださっていて、まあ、興味ある方は全部ちょっと読んでいただければと思うんですけれども、まあ、僕が思ったのはやっぱりこの発想、うん、これは確かになと思って、うん、そもそも10億円なんてないって、うん、はあ、いや裏金として10億円ってのは使われちゃったから、うん、なるほど、隠した、あ、なるほどね、うん、そうかそうか、警察が仕組んだ事件な、本当はなるほどね、うん、
さあ続いてミンさん、あと勝木の病気はシンフル新型インフルと関係ある気もしますと。で、新聞の日付2009年はおそらく勝木が生まれた年です、過去小学4年生と言っていたのでということなので、10年前10歳だと、まあ、小学4年生ぐらいになるみたいな。なるほど、なるほど、なんかあるかね。いや、なんかそうだね、そうだね、そうだね。勝木の誕生日が6月12日とかだったりするのかな。6月12日の新聞だったんですよ。でもまあそこで関連付けちゃうと豚インフルとか関係なくなってくるのかな。そうだね、生まれた日だと何もしようがないから。そうだね。そしてですね、これは本当に広告みたいな話なんですけど、美穂さんですね、賀来賢人さんが番宣で10分に出演した時に毎回エンディングがヒントになると言ってました、エンディング考察系ドラマかもしれませんということで、やっぱりエンディングが変わるっぽいね。あ、なるほど。さよならとかごめんねとかって1話では、薄井がね、おそらく勝木と思われる人に対して言っていたけれども、いやなんでどうだろう、そもそも薫じゃない人のあれになるのか、薫の別のシーンなのかっていうのもまだ分かんないしね。全薫の別のシーンとかって可能性もあるし、いや、ありえるね。それだから一番あれそうだね、爆弾真相に近づいて、そうそうそう、ね、あれはそうかもね、確かに。そう考えるとそうだよね、死んでんのに主演キャストなんだもんね。そうだね、だからそこで出番があるもんね。なるほどな。ということで、皆さんヒント動画見たでしょうか。概要欄の方にね、貼っておきますので、まだ見てないっていう方は見ていただければと思うんですけれども、200倍の速度でですね、日本のワールドをバーって流していって、その中にですね、先ほど紹介したその、N と N が重なったような文字が、ポンってこう入ってるシーンは、重要なシーンだったり、何か重要なヒントが隠されているシーンですよ、みたいなことを言っていて、なおかつ、そもそも、進んでいくごとにね、1話の見方がどんどん変わっていきますみたいなことを結構ふっかけてきたりとかしてるんですね。いいね。何なんだっていうことなんですよ。いいよ、いいよ。まあちょっと僕たちも、全シーンまとめてみましたので、ちょっとそこら辺話して終わっていこうかなと思うんですけれども、まずですね、岸と清春がですね、ちょっと喧嘩をしてですね、こう銃を突きつけるね、岸を脅すんですけれども、その後、重要なんだよ、みたいな。いかないかな、おかい、虫にでも刺されたか、みたいなこと言って、首をかくんですよね。虫に刺されたっていう何かが、それこそ誰かによって刺された注射だったとか、ああ、そのままそうですね。そっちの方向だよね、多分。それこそ、オープニングの注射みたいなシーンがあったでしょ、ポタンって食べる。ああいうのも含めて、蚊じゃなく、まあ、痒くなんだはちょっとよく分からんけど。まあ、でも、チクってされたら、痒くなら。そうよね。みたいなこと、だから蚊じゃないぞっていう意味の重要なのかなと思う。そして続いてが、薫は大切な友人だったで、井浦新さん演じるサイモンが言うところですね。まあ会議室でですね、荒くれ者集団の一家とエリート集団の一家がですね、捜査一家が、まあ、バトった後にバーンって拳銃ぶちかまして、サイモンは登場してですね、まあ、清春の、まあ、弟子みたいな感じっぽいんだよね、師匠みたいな、まあ、清春はそう思ってないのかもしれないけど、うん、っていう感じで、まあ、やり取りをするんだけれども、清原が舐めた口聞いて、まあ、イテテテテってさせられちゃうんですけど、誰がこんなことしたんだみたいな雰囲気のことを言うと。で、この薫は大切な友人だったっていうところにまたマークが入っている、はい、友人ではなく旦那だったとかかもしれないし、逆にやっぱり大切な友人どころか何かの相手だった、脅迫をしていた相手だったとか、ね、まあ、もしくは要は薫に何か脅迫されてて恨んでいたとかね。そもそもなんかさ、薫は悪いやつじゃないみたいな先入観持ってるじゃん。まあ、そうだよね。そうだよね。信じちゃってるしね。うん、10億円強奪事件の犯人だったとて、勝木のためにみたいなさ、うん、こと俺ら言ってるけど、うん、そうとは限らないから、ね、確かにね、いい風に見ていいのかっていうのはまずね、確かに、うん、大悪人でサイモンを脅してたっていう可能性だってあるかもね。薫大悪人さん。いやでもね、ちょっとあるんですよ、うん、そうだね、そんなの確かに1話の見方もかなり変わるよね、るしね、被害者じゃないというか、そうそう、あもうやっつけたっていう状態だから、そう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 、解決してるに近い、そうそうそう、そうだよね、すごいね、そして続いてですね、10億円の在りかは不明、そしてそれで事件は処理された、と杉本哲太さん演じるエグニがですね、清春に伝えるし、これはまあ10億円事件がどういう展開で今警察内でうやむやになってるんだよみたいなことをマイクニが教えてくれるシーンなんですけれども、まあこれもシンプルにここが重要だよってことなのかなっていう気がするっていうか、だから10億円の在りかは不明、それで事件を処理されたって、そんなことじゃないんだよ、まあそうね、
ありかはあるんだよってことなのかもしれないっていうか、まあだからエグニは知ってるってことなのかもしれないよね。あ、まあそうだね、確かに。かもしれないね。4番目の大ヒントは、はじめまして、宇津井克樹ですって、北村和樹さんがですね、和樹さん演じる南部が、宇津井の子供だよって連れてきて、はじめまして、宇津井克樹ですって言うと、うん、まあ、はじめましてじゃないんじゃないみたいなことですよ。まあそうだね、そっちかなとは思うけど、確かに思うけど、もう宇津井克樹って自体が違うっていう、うんうん、まあほんとシンプルに清原と薫の子供なんじゃないかみたいなことを言ってる人もね、うんうんうん、まあ、もちろん結構それはね、シンプルに考えられるよね。薫さん抱いたっていう話何なんだよみたいなことを言ってたからね、そこで子供を妊娠しちゃったっていうことかもしれないし、うん、そんなシンプルじゃ面白くないの、はい、ちょっとね、そっちを期待したいね。薫の子供じゃないっていう方が面白いかもしれない。確かに。それこそさ、なんかさ、カオさん演じる深見沙羅と笹野さん演じる深見喜一、はい、この2人の子っていうか、なんていうの、笹野さんの年齢が高すぎるみたいな、まあそうだね、ところのなんかこう、だからあの死んだ奥さんの子供とかね、深見沙羅の死んだお母さんの子供とか、だから深見沙羅と宇津井克樹は兄弟とかかもしれない、うん、ああなるほどね、の方がありえるよね、年齢的に、うん、そうだね、あと何歳の時に死んだのかによるか。続いて、くじ封じが面白くなってきたじゃねえかって、こちら清原のシーンでですね、まあ、本庄にそそろかされて名越がですね、清原を襲撃するシーンでバンバンバンと銃撃が鳴って、くじ封じが面白くなってきたじゃねえかって言うんですけど、くじ封じって何と思う、うん、よく考えたらそうだよね、清原のこの口封じって何、だって何にも知らないんだ。確かに、何が封じられるんだ、清原を殺した。確かに、冷静に記憶失ってんだからね。ああ、そこに気づけってことなのかな。ここのマークのついたところが見方がガラッと変わる部分ですよっていうことなんだと思うんだよ、多分ね、うん、なるほど、そうだったんだ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 とか、うん、嘘だったんだとかっていうことになってくるから、うん、実は結構いろいろ予想し、うん、言ってて、うん、思わず出ちゃった言葉というか、そう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 、そうだというか、そもそも勝月しかイメージなかった。あ、そうよね。そう、あ、そして続いて、俺は薫さんを愛してた名越、これはまあ単純に、その後清原と名越が外で戦闘を繰り広げるんですけれども、そこで俺は薫さんを愛してたと工藤飛鳥さん演じる名越が叫ぶという感じなんですけれども、愛してなかったとか単純に、まあまあね、まあそれか、ある程度関係をもう持ってたとかっていう話だったのかな。別におかしくはないけどね、だとしてもこのシーン、まあね、まあ、勝月のお父さんにしちゃちょっと若すぎるもんな、名越はさすがに。はい、続いて、殺したんですか、あなたが母を殺したんですかって、これが問題の、勝月くんがですね、銃をバーンとぶっ放すシーンでございまして、見え方が変わるとしたらどう見え方が変わるんだろう。確かにそうだよね、そういう視点で考えた方がいいよね。そうだね、清原に対して言ってると思うんだけど、名越に対して言ってる。なるほど。でその後、まあ、勝樹に対して説得というかね、清原の思いを打ち明けるシーンですよね。で俺は忘れてるから分かんねえけれども、俺が本当にお前の母ちゃん殺してるんだとしたら、おめえがやってくれよみたいな感じで、あとは、最後ですね、もう本当に最後の最後のシーンですね、まあ、ちょっとボコされた名越が清原の部屋に連れてこられて目を覚ますと、清原がね、まあ、俺と手を組もうと、薫の犯人を捕まえたいっていうことでは一緒だろ、だけど先輩信じようって言うんですかっていう、まあ、シーンで、うん、裏でなんかやってんのかな、やっぱ清原が、まあ、そっちっぽいのが多いよね、こう見るとね。要はさ、その違う文脈での話ってことだよね、要は、うん、先輩信じろって言うんですかっていうのも、薫殺しの犯人をシンプルに捕まえようとか、10億円殺人事件の犯人をシンプルに捕まえようって言ってるんじゃなくて、なんか別のことも裏でしてて、その文脈の話をしてたんだ、はあ、っていう方向になる可能性が高そうな気してきたな、まあ、とにかくこの9つのシーンが2話終わった後なのか、3話終わった後なのか、8話終わった後なのか、10話終わった後なのかに、こういうことだったんだってなる9つのシーンっていうことだと思うんで、うん、まあ、ちょっとそういうところにも注目して2話見ていくと面白いかもしれないですね。
ということでございましてですね、明日放送でございます日本のR、日曜日夜10時半から日本テレビ系列で放送でございます。そしてですね、僕たちの動画はですね、その前日土曜日に直前考察動画を更新しておりまして、こういった動画ですね、放送翌日月曜日にはドラマの、考察をした直後考察動画をですね更新しておりますのでね、そちらを見てそのまま直前考察を見てドラマを見るという流れで1週間過ごすととても楽しくドラマ楽しめますのでね、ぜひ、一緒にですねこれから日曜日楽しんでいきましょう。また僕たちはですね企画動画なんかもやっております。考察とは全く関係ない企画動画なんかもやっておりますので、そちらも見ていただけるととても嬉しいです。ということで以上ロクロックビューでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちは SNS であるとかサブチャンネルなんかもやっておりますので、概要欄の方から飛んでフォローしていただけると嬉しいです。ということで決めろし、はい、今の気持ちを川柳でお願いします。今の気持ち川柳、急がなきゃあどこにのもとに急がなきゃ